ね、西成やし別にそんな普通やと思うで。朝倉真奈だよ。え、もうやめてマジで。じゃあもうレイは来ないで。レイカは来てもいいけどレイは来ないで。じゃあ耳聞こえへんじゃん。で、トミーコおれへんねんか。トミーコ、トミーコおれへんねんか。ちょっと散歩するか。ちょっとこれで散歩するか。しゃあないな。結局ね、あれですよ、あの人、誰やったっけ、トミーコ。電波悪いな。めっちゃ電波悪いな、これ。トミーコ、どこにいるんだよ、トミーコ。トミーコ。迎えに来たよ、トミーコ。とつきたんだけど、トミーコ。トミーコ、とつきたんだけど。リア凸しようと町まで出かけたら配信者に逃げられて、外配信一人でする工人、みんなが顔を見て笑う、おまわりさんも笑ってる、ルルルルルッと今日も外配信。トゥルルルトゥルルルテトゥルルルトゥルルルテトゥルルルトゥルルルテトゥルルルテテテツンタクツンタク。カメラを回して街まで出かけたら、テレテテこの枠も仮想枠のアイテムの更新、誰も見ていない、アイテムももらえない、ルルルルルル、これも YouTube 動画行き、飛びたいにタクシーがいっぱい入っていくんだけど、お姉ちゃん迎えに飛びたいにタクシーがいっぱい入っていくんだけど、はあ、飛びたに入っていくお姉ちゃんなんて、大体これから左右衛門町行くだけやから、まあ、みんな左右衛門町行くだけやから、飛びたで金稼いだお姉ちゃん今からホスト行くだけやから、喧嘩してんじゃん、あの人喧嘩してんじゃん、違うのか、はあ、なんか面白いことこんねえかな、喧嘩してんの、喧嘩してんの、違うの、喧嘩せよ、なんか面白いこと起こらへんかな、なんかな、ね、リア凸しようとしたのに配信者に逃げられました。どうも個人です。ルルルルルル、帰ろうかな、もう帰ろうかな、もうこうなったら帰ろうかな、帰るしかないんだけど。帰るしかないんだけど、あぶれんだよ、どうすんだよ、仕事あぶれて、仕事あぶれちゃってどうすんだよマジで、ね、空気入れ無料、乗らない自転車無料回収します。なんでも金に変える気やな、これ。飛びたとかこんなとこに安いお姉ちゃん買いに来んねんな、男どもって、レクサス乗って、レクサス乗ってんのに、わざわざレクサス乗ってんのに飛びたの安いお姉ちゃん買いに来んでもよくない、もうちょっとええお姉ちゃん買いに来いよ、うん、もうちょっと高いお姉ちゃん買いに行けよ、ソープ行くとかさ、あれ飛びたの安いお姉ちゃん買おうと思う、どんだけ世の中不景気なんだよ、不景気すぎるだろ、ああ。
何にも事件も起こらないわ。どうしよう、どうする、これどうすんの、この無駄な枠どうしたいの、これマジでどうしますか、こんばんは、どうするんだよ。あー、ケツ痛い、ケツ痛いわ、めっちゃお尻痛いねんけど。チャリンコ乗りすぎ、チャリンコ漕ぎすぎたらお尻痛なれへんなあ。チャリンコ乗りすぎたら、漕ぎすぎたらお尻痛かんとこなれへんか言うとんねん。アンケート、チャリンコ漕ぎすぎたらお尻痛くなる人は1、そうでもない人は2、そもそもチャリなんて乗りませんけどっていう人はの。誰も爪痕残してくれへんのかよ。俺には爪痕残せって言うけど、俺の枠見てるやつ誰も爪痕残さないのかよ。何なんだよ一体。パトカーおらんかな。パトカーすらいないわ。あそこのパトカー。また職質されるかな俺ちゃん。帰ろうかな。帰ろうかな今日は。おとなしく、おとなしく帰ろうかしら。初心者マーク、そう、夜の徘徊とかにね、自販機チェックして帰ろうか、ぼちぼちな、ぼちぼち自販機チェックして帰るか。帝国通り、パトカーここにおんねんけど、パトカー乗ってへんで、パトカー乗ってへんで、また通報されるよ。パトカーまだ乗ってへんだ、見えるパトカー、パトカー見える、あのパトカーまだ映ってへんけど、君は通報するからな、君らパトカーに何かやろう思ったら通報するからな。パトカーに引かれる芸とかはもういいわ、しっかり取ってるから。いつもここパトカー止めてここ折れへんなんね。電波悪いって、西成は電波悪いんだって。帰ろう、帰る、でもこれはもう突っ込んでこないで、前しか見えてないのに横から車突っ込んできたら危ないのでしゃあないねんけど、マジで割とマジで、そんなの車がちゃんとこっち見とけよ、車がこっち見とけよ。ここはあのあれよ、あの近藤組長と AF ちゃんが喧嘩してた境です。大阪配信来た時にあの近藤組長と AF ちゃんが喧嘩してたやろ、 この境で、この西成から動物園前から。マジで西成やから避けちゃう、西成やから、西成のこの日またぎの時間帯はもう西成腐ってるから、西成腐ってるから、西成は大阪市民が言うんだから間違いないでしょ。イエスキリスト、ビジネスホテル中央、暑いわ。今キキキって言ったら、あのお姉さん2人が2人揃ってこっち向いてんけど、無言やったわ、無言やった。
マスクで顔隠すわな。で、私綺麗って聞くわ。私綺麗って聞いてみようか。お姉さんたち綺麗ね。私綺麗。真顔で無視されたんだけど。ちぇ、あの真顔で無視された。そういうのはそういうのはなし。そういうのはダメ。そういうあの迷惑配信したらあかん。巻き込んでいいのは数名だけや。たくさんの人間巻き込んだらあかん。お姉さんたち綺麗ね、私綺麗って聞いたら、ちょっと笑いながら真正面を見て目合わさんと無視されたんだけど、どういうこと、ね、どういうことですか、どういうことなんだよ。あ、この坂長いわ。この上り坂きついねんけど、マジで。まあ、自販機チェックしながらゆっくり帰ろうか。もうな、トミコもおれへんし、ネタもないし、なんか巻き込み事故に遭うしかしゃあない。巻き込み事故探さなしゃあないよ。巻き込み事故にでも遭うな。やばない。さっきのお姉さんとこもう一回戻って、私綺麗って、綺麗って言ってって言いに行く。綺麗って言ってって、おれへん。何のホテル入ったんか。あっ、ペコペコ。そんでこいつはサラリーマン大変やの。大変やの、サラリーマンは。ペコ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 してよ、ええ年こいて。結構無理やわ。昔やってたけど俺も無理やわ。マジで俺もそんな人ないわ。しんどいわ。焼きにくいね、そんな。焼き肉屋にしょんな。きつく屋にしょんな。閲覧も減っとんな、これ。やばいな。メガホン出す。メガホン出す。これなんていうホテルだ。ここのホテルのフロントなんか可愛い。このフロントホテルのフロントなんか可愛い。東横イン安倍の天王寺のフロントなんか可愛い。髪の毛黒く染めて散髪しようかな。髪の毛黒く染めて散髪しようかな。今すれ違ったおばはんに物ごつ無視していったわ。髪の毛黒く染めて散髪しようかな。
かお金持ってへんかな、お金持ってへんかな、20億円ぐらいでいいんだ、はい、ああ。で明日何時頃来はんねん、てか何時どこ集合したいの、ゴヤちゃんは何時にどこに行ったんやの、大黒町行ったんや、大黒町に行ったんやんか、何番に行ったんやんか、うちは分かんないんだけど、明日どうしたんやの、どうすんの明日、どういう予定、どういう工程表、やばいやばい、前から軍団来るから、あんな酔っ払い軍団に絡まれたらあかんないよ、あ、トップ取れたわ、二人組になったわ、サラリーマン二人組やったら楽勝で勝てるわ、サラリーマン二人組やったら今こっちが閲覧が5やろ、閲覧7になるぐらいのもんや、暑いわ、暑いわ、めっちゃ暑いわ、もう髪の毛黒く染めて散髪しようかな、マジで割とマジでダメだわ、うん、なあ割とマジで、足痛い、足痛いんだけど、これマスクしてるからあんま目立てへんかもな、はい、さあ言うてはんだけど回ってはんだけど回ったのか、えって顔されてんけど、いやお前らもええやけどこっちもええって顔してたわみたいな、俺の顔見てええって顔してた、どういう意味そのええって、お前らも今駐車場 あの回る回転テーブルで遊んどったやないか、はあ、疲れた、しんどいわ、どっか配信者おらんかな、大阪の徳町配信者とかおらんかな、あーしんどいな、暑いわ、暑いわ、暑すぎんねんけどな、でも明日散髪行こうかな、髪の毛黒く染めて散髪行こうかな、冷めた方がいい、無視されたわ、めっちゃ無視しとった今のお姉ちゃん、俺のでかい独り言を聞き耳立てて聞きながら全然めっちゃ無視しとった、ほんまは聞きたいくせに、興味あるくせに、ほんまは興味あるくせに、閲覧増えへんの、固定ですか俺ちゃんの閲覧は、これチって顔されてる、なんでお前に顔されてる、おかしくないですか、なんで抜かれてチって顔されてる、じゃあ抜くなよ、まあ、そうやでほんま、俺の独り言を聞いてこのアリエルとかこの辺の全部盗めんで、これやばないか、これ何なのよ、何なのよ一体、信号変わった感じ、で右折はできない感じ、
わっちゃった感じ。このお姉さんを追い抜く感じ。やばい。走ってきれい作戦行こうか。走ってきれい作戦。行くぞ。このお姉さんたちに走ってきれい作戦行くぞ。もううちには分からんって言われた。もううちには分からんって言われた。一旦ここで隠れといて、追い抜かれた後ぐらい。これどこやろな、分かれへんわ。そんな大阪市内どんだけ探さなあかんの。かしら。な、始まってんな。じゃあどこか分からへんねん、これ今見てるけど。これどこやろ。これどこ。ウッドさん西成の町だよ。マイメロディさんカリちゃんのとこじゃないの。カリちゃんのとこじゃないよ。ローソンなんかないもん。また戻んの俺ちゃん。ちょ、さっきの3人組の私分からんって言ったあのお姉ちゃんのリアクションが取りたいねんけど。あのお姉ちゃんのリアクションが取りたいねんけど。私分からん言ってたで。あなたの続きが撮りたいねん。私分からん。俺の顔を見て、俺の顔を見て、私分からん言ってたで。ちょっとパッとあのマスク取って、でもローソンなんかいくらでもあるわ。私綺麗。私綺麗。よし。どこで発見されるんだろう。そんな、また飛んでるやん。だからあかんねん。もう終わってるやん、それ。あんだけ飛ばしたらあかんねん。何やってんの。